皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにするための動画の第1回目、今回は B 動詞についてお話しします。 B 動詞、現在形の B 動詞3つ覚えていただきます。それは am と is と are です。この am と is と are、 どれどの場合使うかというのは主語によって決まってきます。主語によってどの B 動詞を使うか、これが決まるんですね。主語が I、 私の時には B 動詞は am を使います。 I am、 こうなります。これを短くした形、短縮した形は I、こうなります。 I と M の間にアポストロフィーが書いてありますよね。これって省略してありますよ、短くしてありますよという印なんですね。 I am は短くすると I'm になります。主語が You の時には B 動詞は Are を使います。 You are、ね、You の時には Are、 You are、 短くすると You are で You are、ね、You are、 こうなります。主語が彼、he の時には B 動詞は is を使います。he is、 he is、 短くすると his、 こうなります。主語が彼女、 she の時には he の時と同じ B 動詞 is を使います。she is、 she is、 短くするとShe's、 こうなります。主語が We、 私たち、この時には B 動詞は Are を使います。 We are、 We are、 短くすると We are、 We are、 こうなります。主語が They の時、彼らとか彼女たちとかね、複数のものを指すときですね。このとき B 動詞は Are を使います。 They are、 They are、 ね、短くすると They are、 こうなります、ね、ただ読んでいくと I am、 You are、 He is、 She is、 We are、 They are。 短縮形は I'm、 You're、 His、She's、 We are、 They are、 こうなります。 Am っていう B 動詞は主語が I の時にしか使いません。それに対して Is っていうのは主語が単数の場合ですね。 You 以外の単数の場合、He とか She って He って彼って訳しますよね。一人の男の人を指しているんです、ね、一人です。 She も、彼女って訳しますけれど、これって一人の女性を指していますよね。で、一つのもの、一人のものを指すときには is を使います。それから are は主語が you、 あなたの時と主語が複数の時、 we って私たちという意味ですよね。私たちって一人じゃないでしょ。私、自分と他の誰かがいると複数ですよね。だから are です。全員も彼らとか彼女たちというように一人を指さないでしょ。2人以上の場合ですよね。つまり主語が2人以上、2つ以上の場合には B 動詞を are を使う、こう覚えてください。もう一度復習しておくと I am、 You are、 He is、 She is、 We are、 They are、 短くしたものは I am、 You are、 He is、 She is、 We are、 They are、 こうなります。じゃあ次は具体的な例文を使って説明していきます。では例文を使って練習をしていきます。ここに前の部分に主語が書いてあって、その後ろ、下線があります。この下線の部分に B 動詞が入りました。 B 動詞は am、 is、 are の3つでしたね。どれを使うかというのは主語によって決まっていました。そして下線の後ろに
BUSY、 こんな単語書いてあります。これ BUSY って Busy という単語ですね。 Busy というのは忙しいという意味です。ではこの下線の部分に B 動詞 Am、 Is、 Are、 ね、それぞれ入れていきましょう。カッコ1は主語は I です。私ですね。 I の時には B 動詞は Am を使いましたから I am busy、 I am busy、 これで私は忙しいという意味になります。カッコ2番は主語は You です。 You の時には B 動詞は Are を使いましたから You are busy、You are busy、 あなたは忙しいと、このようになりますね。カッコ3は主語は He です。彼という意味でしたね。 He の時には B 動詞は Is を使いましたから He is busy、 He is busy、 彼は忙しいという意味の文になります。カッコ4番主語は She です。She って彼女はという意味でしたね。主語が C の時は Is を使いましたから She is busy、ね、She is busy、 彼女は忙しいという意味、そういう文になります。5番主語は We です。 We というのは私たちという意味ですよね。私たちというのは一人じゃないですよね。この We というのは複数の人間を表していますよね。主語が複数を表す場合は B 動詞は Are を使いましたから We are busy、 We are busy、 私たちは忙しいと、こんな風な文になります。6番主語は They です。 They というのは彼らはですよね。意味彼らというのもやはり一人じゃないですよね。たくさんいるはずです、ね、たくさんですよね。複数形です。複数を表す主語の時には B 動詞は Are を使いましたから They are busy、 このようになります。彼らは忙しいと、こんな文章ですね。ではもう一度上から文章を読んでいくと I am busy、 I am busy、 私は忙しい。2番は You are busy、 You are busy、 あなたは忙しい。3番は He is busyHe is busy、 彼は忙しい。4番は She is busy、 She is busy、 彼女は忙しい。5番ですね。 We are busy、 We are busy、 私たちは忙しい。6番は They are busy、 They are busy、 彼らは忙しいと、こんな風になります。どれが主語の時にはどの B 動詞を使うってここで覚えちゃっておきましょう。ではちょっと休憩として英語の挨拶についてお話しします。英語の挨拶、ね、英語が苦手でもそのぐらい知ってるよってきっと思ってますよね。知ってるのは多分知ってるんですよ。でもじゃあもうちょっとそれに付け加えてお話をしていきたいと思います。朝起きて誰かに会ったら、朝早く誰かに会ったら挨拶は日本だったらおはよう、英語だったら Good morning ですよね。昼間だったらこんにちは、 Good afternoon、 そして夕方とか夜だったらこんばんは、 Good evening、ね、寝る時にはお休みで Good night。 当然皆さん知ってますよね。で、一日中使える便利な表現、英語にはありますよね。でも日本語にはありません。それは何かというと Helloですね。Hello は一日中使えるってことは、朝 Hello って言ったらおはようだし、昼間が Hello だったらこんにちは、夕方 Hello だったらこんばんは、ね、どれでも使えるってことですよね。これ便利な表現で、日本語にはこの Hello にあたる表現はないんですよね。それから朝の挨拶の Good morning、 おはようですけれど、皆さん何時頃までこのおはようという挨拶しますか？自分的にはだいたい10時頃まで、ね、日本語の感覚では10時頃までですけれど、皆さんどうです？でも
英語のグッドモーニングって10時頃までじゃないんですよ。実はモーニングというのはこれ午前中だと思ってください。ですから昼の12時になる前だったら11時55分でもグッドモーニング、これを使うんですね。午前中だったらグッドモーニング、こうなるわけです。そして昼の12時を過ぎたらグッドアフタヌーン、グッドアフタヌーン。そして日が沈み込むそのくらいから夜、これグッドイーブニング、こうなります。寝るときにはグッドナイトですよね、おやすみと。でこのグッドモーニング、グッドアフタヌーン、グッドイーブニング、グッドナイト、もともとはお祈りから来ているそうです。実はこのグッドモーニングとグッドアフタヌーン、グッドイーブニング、グッドナイトの前にこういうものが最初ついていた。 I wish you good morning、 I wish you good evening、 I wish you good night。 これどういうことかというと、 I wish you good morning だったらあなたにいい朝が、素敵な朝が訪れますようにと。実はこういうところから英語の挨拶始まっているそうです。では最後にまとめの練習をします。まとめの練習です。ここでは be from どこどこ、この be というのは be 動詞のことですね。 be 動詞 from どこどこで、どこどこ出身という意味になるので、これを使って練習していきます。括弧1、括弧2、括弧3、括弧4、括弧5、括弧6とあって、ここに主語がありますよね。この主語によって am、is、are のどれを使うかが決まりました。ではどれを使うかを考えながら問題を解いていきましょう。括弧1は主語が I ですから、 I am from Canada、 私はカナダ出身です、こうなりますね。括弧2は主語が You です。 You の時には B 動詞は R ですから、 You are from Canada、 You are from Canada、 あなたはカナダ出身です。括弧3はケンですね。ケンって男の子の名前ですよね。で、一人ですから単数形なので is を使って、 Ken is from Canada、 Ken is from Canada、 Ken はカナダの出身です。括弧4番は主語はアンです。アンというのは女の子の名前ですよね。で、一人ですから B 動詞は is を使って、 Ann is from Canada、 Ann is from Canada、アンはカナダの出身です。5番は主語が We です。 We は私たちという複数を表していますから、複数の時には B 動詞は Are を使うので、 We are from Canada、 We are from Canada、 私たちはカナダ出身です。そして6番、主語は They です。 They というのは彼ら、やはり複数を表す名詞ですから、複数の時には B 動詞は are を使ったので、 They are from Canada、 They are from Canada、 彼らはカナダ出身です、このようになります。もう一度上から読んでいくと、 I am from Canada、 私はカナダ出身です。 You are from Canada、 あなたはカナダ出身です。 Ken is from Canada、 Ken はカナダ出身です。 Ann is from Canada、 Ann はカナダ出身です。 We are from Canada、私たちはカナダ出身です。They are from Canada。彼らはカナダ出身です。このようになります。今回は B 動詞、am、is、are のどれを使う、ね、この練習をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。